サリ想定競技場は大韓民国系軌道河南市、佐藤にある想定場。運営は国民体育振興公団経人協定事業本部。1988年ソウルオリンピックのカヌーとボート競技の会場を改修し、2002年6月に最初の競争が行われた。開催は2月後半から12月の毎週水曜日、木曜日を基本として行われる。 二日間が一節となる。一日に15レースが行われる。スタンドは2600席。発売窓口は136カ所。一般戦は優勝等がなく行われるが、トーナメント戦は初日の成績により二日目の優勝戦進出者が決定し、優勝を争う。高段理事長倍、栗原杯、文化体育観光部長官杯が三大競争である。選手は、 A1A2B1B2 にランク付けされ、1レースは6人が出場。1周600メートルを3周でレースが行われる。手遅れ、欠場の基準が1.5秒である。大時計の黄色い針が日本のものよりも白みがかっているとの指摘もある。また、フライングスタート方式の他に前半レースにおいてオンラインスタート方式による競争も実施されている。 ソウル地下鉄2号線、8号線3室駅、5号線上、一堂、駅、8号線男寺駅、5.8号線線小駅、中央電鉄線九里駅より、無料バスが運行。ありがとうございます。